ラグビーワールドカップ2019は2019年9月20日から11月2日に日本で開催された第9回ラグビーワールドカップ。アジア初、またティア1以外の国における初の開催となった。公式キャッチコピーは4年に一度じゃない。一生に一度だ。ワンスイン、エイライフタイムマイナス。最終的に立候補したのは以下の3協会。 三協会はいずれも2015年大会にも立候補を表明していた。以下の六協会も立候補の意思を表明していたが、最終的に断念。2009年7月28日、ワールドラグビーの理事会にて、日本での開催が決まった。アジア地域で初の開催となる。2009年5月に日本ラグビーフットボール協会が報告した。 プレゼンテーション資料では2019年9月4日に開幕し10月18日に決勝を行う案と2019年9月6日に開幕し10月20日に決勝を行う案の2案が提示された。ワールドラグビーは2015年10月に大会スケジュールの発表を行い2019年9月20日に東京で開幕戦を行い 11月2日に横浜で決勝戦を行うと説明した。上の開催スケジュールとともに10月27日、大会ロゴテーマも発表された。大会ロゴはワールドラグビーのロゴを基調とし、中央部に日の出の太陽と日本の象徴である富士山を配置。大会のテーマは一体感や団結、結束を意味するユニティとなった。デザインは、 発表1年前からワールドラグビーと大会組織委員会が協議を重ね、ロンドンなどに事務所を置くデザイン会社フューチャーブランドに作成を依頼した。2018年1月26日にレンジーが発表された。歌舞伎演目のレンジー氏をモチーフにした親子ペアで、共に顔はラグビーボール型となっている。実績のあるデザイナー、制作チームなど、 経営10組の指名コンペにて50作品の応募があった。組織職員の投票やワールドラグビーの移行などで決定した。ラグビー W 杯でのマスコット採用は1999年のウェールズ大会以来6大会ぶりで21世紀初となる。なお、レンジーは2020年8月24日日本ラグビーフットボール協会初の 公式マスコットとしても採用された。ラグビーの普及活動やイベントなどでの活動を予定している。開催都市は以下の12都市である。なお、14都市が立候補を行ったことが2014年11月5日に発表された。また、2014年12月15日に横浜市と神奈川県が合同で追加申請を行い、合計15都市が立候補した。 2015年3月2日に試合の開催都市が発表され12都市で開催されることが決定した。括弧内の自治体名は会場が所在する者の,の立候補、会場招致に関わっていない自治体で自治体名に括弧のないものは都道府県都市が連名で立候補したことを示す。また、下記の会場名は 大会実行委員会及びワールドラグビーの表記に準じている。本大会では、ワールドラグビーの施設に、施設または、その所有者と一定の人、製品、サービスまたは、ブランドとの間の何らかの関係を示唆または暗示する、名称が付されていないこと等の規定に基づき、会場及びその周辺等の施設名称において、施設命名検等を外した名称としている。 なお、会場のキャパシティについては、J スポーツは、日本大会開催のガイドラインとして、次を挙げている。2015年9月28日、公益財団法人ラグビーワールドカップ2019、組織委員会は、開会式、開幕戦を、東京スタジアム、決勝戦を、横浜国際総合競技場で、それぞれ開催することが決まったと発表した。 各会場におけるラウンドごとの開催試合数を表にまとめた。2015年7月17日、安倍晋三首相が会談で森吉郎元首相の了解を得た上、国立競技場の建設計画見直しを発表し、竣行の遅れを想定して新国立競技場での W 杯開催を見送った。目安は6万人以上の収容能力との条件から、 他への会場変更を検討すべきとの意見も一部で出ていた。なお、東京ドームでの開催は、協会関係者は現実的ではないとし、東京スタジアムの改修使用案が浮上した。ワールドラグビーは9月末までの代替会場と運営予算の計画提出を求めた。9月28日、組織委員会が代替会場の決定を発表した。 大会の開催される都市では会場に入れなかった観客のためのパブリックビューイングや開催地を訪れたラグビーファンの交流を行う場として大会公認のファンゾーンが設けられた。ファンゾーンが会場するのは大会期間中の特定日のみで会場ごとに異なる。一部のファンゾーンは試合会場へのシャトルバスの発着地にもなっていた。今大会のファンゾーンは 以下の16カ所に設けられる。試合会場とは異なる基礎自治体に設けられる場合のみ会場名の後ろに所在地を付記した。2017年6月14日、組織委員会は開催都市にゆかりのある著名人等を対象に国内外での告知活動にあたる開催都市特別サポーターを選任し、事前イベントやファンゾーンなどで大会を盛り上げた。 大会運営にあたって、組織委員会は2018年4月23日から7月18日にかけて公式ボランティアプログラムのサイドとして大会ボランティアを募集し、応募者は3万8000人超を記録した。2018年8月から12月にかけて開催されたインタビューロードショーを経て、組織は約1万3000名を大会ボランティアとして採用した。 大会ボランティアを含むすべての運営スタッフの愛称としてチームノーサイドが名付けられ大会ボランティアはその中でも大会の顔として位置づけられた2019年1月以降の継続的な研修を経て12のロールに分かれて大会運営に参画各開催都市の駅や空港ファンゾーンにおける案内を担う街中ファンゾーンガイドや試合会場における 観戦客のおもてなしを担う、観客サービス、大会ゲストやメディア対応、ワークフォースセンターの運営など、その活動は多岐にわたった。は、前週より、ランキングが上昇。は、前週より、ランキングが下降。は、プールステージで敗退したチーム。2017年5月10日に、京都府京都市中京区の京都御園内にある、京都芸品館の藤の間ホールで、 プールステージの組み合わせ抽選会が行われ、内閣総理大臣の安倍晋三や女子レスリングの吉田、沙織等が抽選に参加した。競技日程は同年11月2日に発表された。以下のポイントは、ボーナスポイントとして加算する中止試合については、大会規定により、0から0の引き分け扱いとなり、両チームに勝ち点2ずつを与える。勝ち点が、 同点のチームが2つ以上ある場合は、以下の順に比較して、順位を決定する。直接対決の勝者、得失点差トライ差数得点数トライ数2019年10月14日付の、ワールドラグビーランキングでのポイントが高い方、PLD、試合数ワット、勝利数 D、引き分け数 L、敗戦数 TF、トライ数 TA、非トライ数 PF、得点数 PA、 出展数、特出点差 BEP、ボーナスポイントパーツ、価値点開催時刻はいずれも現地時間。令和元年房総半島台風の影響で、交通機関に、欠航や運休などが相次いだことから、一部代表チームの事前キャンプ地での歓迎イベントが中止になる、自治体が発生した。2019年9月29日、大会組織委員会は、 台風18号の進路によっては、九州地方に強い風が予想され、試合開催にも影響を及ぼす可能性を懸念し、同年10月2日に、福岡市の東平尾公園博多の森球技場にて開催を予定しているフランス対アメリカが中止になる可能性があると発表を。両チームに連絡した。その後、 9月30日に台風が試合開催に影響を及ぼす可能性がなくなったとして同ゲームを予定通り実施すると発表した。2019年10月10日、ワールドラグビーと大会組織委員会は同年最大級の規模となる台風19号が関東、東海エリアに甚大な影響を及ぼす可能性を懸念し、 10月12日にトヨタスタジアムで開催予定だったニュージーランド対イタリア戦、横浜国際総合競技場で開催予定だったイングランド対フランス戦のプールステージ2試合を中止することを決定した。ラグビーワールドカップで試合が中止になるのは初めて。13日開催試合については、天候状況を踏まえて試合開始6時間前までに判断するとしていたが、 当日になりか、かまい住居復興スタジアムで開催予定だったナミビア対カナダ戦の中止を決定した。また、横浜国際総合競技場の日本対スコットランド戦は予定通り開催されたが、台風の影響で売店の一部が休業することから、ソフトドリンクの持ち込みをこの試合に限り認める措置が取られた。 このほか、両日に開催された残りの4試合についても、交通機関の普通などにより来場できなかった人を対象として払い戻しを行うことを検討している。上記により、ナミビア対カナダ戦が台風の影響で中止となったが、カナダ代表選手17人が釜石市。 ボランティアセンターの職員と共に午後2時から2時間ほど浸水被害に遭った同志千鳥町周辺で道路の泥かきや浸水した住宅から家具を運び出す作業に当たり台風の影響を受けた市内の泥かきや家財の運び出しを手伝ったコナートレーナーは試合ができなかったことは残念だけど釜石の人を助けることができてよかった 今回の経験で災害の時に家族や友人を守る大切さを思い出すことができた。ルーカス・ランボールも試合が中止になってプレーで動かなかった分、ここでしっかり働くよと語った。また、宮古市を宿泊地としていたナミビア代表は同チームから被害に遭った市を元気づけたいとの申し出があり、キャプテンを含む25人の選手たちが宮古駅前へと 視聴者周辺で30分ほど握手や写真撮影などに応じた。アイルランド代表が準々決勝を戦うこととなった2019年10月19日の前日18日にアイルランド代表アナリストのビニー・ハモンドが公開キャンプ地であった千葉県市原市にて瓦礫の撤去などを手伝った。ハモンドはキャンプをした思い出の場所が 悲惨な状況になってしまい悲しい。被災した人たちに力を与えられるような試合にしたい、と話した。3位決定戦を観覧する上項と上項後、今大会のトーナメントにおいては、同点で、所定80分を終了した場合、5分休憩の後、最初に20分の通常ルールでの延長戦を行い、そこでも決着がつかない場合、さらに5分休憩の後、 10分間1本の再延長をサドンデス方式を行い、再延長でも決着がつかない場合、キッキングコンペティション、ゴールキックを5人ずつ蹴る場所を変えて試技を行い、その合計本数で勝敗を決する。5人終了時で同点であれば、6人目からは片方が成功、失敗に分かれるまで続くサドンデス方式を実施する。 マスターカードプレイヤーオブザマッチは勝利国、敗退国にかかわらず、毎試合ベストプレイヤーに選ばれた選手が選ばれる賞。選ばれた選手は、トロフィーが贈呈される。トロフィーは、筑波大学大学院教授の三谷淳が監修した。本大会は、ホストブロードキャスティングサービスズとイングが設立した、インターナショナルゲームズブロードキャスティングサービスズが、 ホストブロードキャスターを務め、世界200カ国以上に配信された。国際放送センターは、東京スタジアムの北側駐車場の一部を利用して、仮設された。日本国内では2015年大会に引き続いて、NHK、日本テレビ、J スポーツが、放映権を取得している。NHK は総合テレビで4試合、E テレで1試合。 BS1 で8試合を生中継するほか BS4K、BS8K にて生中継、録画中継を行った。日本テレビでは、地上波で開幕戦と決勝を含む17試合を中継したほか、大会直前の9月1日に開局する BS、日テレ 4K での 4K 画質放送も行った。J スポーツでは、全45試合を 4K 画質で生中継した。 視聴率、いずれもビデオリサーチ、関東地区調べ。日本では、日本対ロシアが、平均18.3%、瞬間最高視聴率は25.5%を記録した。日本対アイルランドが、平均22.5%、瞬間最高視聴率は28.9%を記録した。日本対サモアが、平均32.8%。 瞬間最高視聴率は46.1%を記録した。日本対スコットランドが平均39.2%、瞬間最高視聴率は53.7%を記録した。準々決勝の日本対南アフリカの平均視聴率が41.6%、瞬間最高視聴率は49.1%を記録した。 南アフリカ戦の視聴率は2019年に放送された全テレビ番組で1位、スコットランド戦が2位となった。この他、サモア戦が11位となった。日本代表戦以外の試合では、日本テレビで9月21日16時から放送した、プールステージ、フランスタイアルゼンチンが平均6.0%、続けて18時30分から放送した。 ニュージーランド対南アフリカが12.3%を記録した。決勝トーナメントに入ってからは、準々決勝のニュージーランド対アイルランドが平均16.5%、瞬間最高22.5%を記録した。準決勝のニュージーランド対イングランドの前半は平均11.7%、後半は平均16.3%を記録。 ウェールズ対南アフリカは平均19.5%、瞬間最高26.9%を記録した。決勝戦の南アフリカ対イングランドは平均20.5%、瞬間最高26.0%を記録した。文化放送と日本放送は日本が入っているプール A の主要試合の生中継を行った。NHK ラジオ第一はそれに加えて、 決勝、FM は準決勝の生中継も実施した。また、日本が決勝トーナメントに進んだことを受けて文化放送と NHK ラジオ第1話、日本が出場する決勝トーナメントについても生中継を行った。なお、インターネット配信については文化放送、日本放送の中継をラジコにより配信したが、 NHK の中継原ジルラジルやラジコによるインターネットでの配信は行わなかった。また、その他独自のインターネット中継は実施しなかった。Hulu と TVer ーーが日本テレビ系でテレビ放送される17試合をライブ配信、J スポーツ、オンデマンドが17試合のライブ配信を行った。NHK も総合テレビや BS で放送する試合を公式サイト内で ライブ配信した。また、J スポーツ、オンデマンドとダゾーンが全45試合のハイライト配信を行った。大会組織委員会は、観客動員の目標として、全会場満員を掲げた。台風の影響により中止となった3試合を除く、観客動員数は170万4443人で1試合平均3万7877人だった。 チケットは中止となった3試合を含む全試合を合計した販売数185.3万枚に対し約184万枚が販売され販売率は99.3%に達したプールステージの最多観客動員試合は日本対スコットランドの67,666人大会全試合を通じての最多観客動員試合は 決勝の南アフリカ対イングランドで7103人だった。ファンゾーンの累計来場者数は台風でパブリックビューイングが中止になるなどの影響があったにもかかわらず準決勝1試合目を終えた段階で過去最高だった2015年イングランド大会を超えた。最終的な入場者数は約1137000人。チケットは2018年1月より コアなラグビーファン向けにまずは優先販売し、次に開催都市住民向け、その次がファンクラブ向けなど、細かく抽選販売のサイクルを組んで回すことで、ラグビーファンや周辺のターゲット層に対して希少価値を作り出すことに成功し、これが2019年1月から実施した先着販売における人気につながった。2019年11月3日には、 ワールドラグビー会長、サービル・ボーモントが、記者会見で、2019年日本大会はおそらく過去、最高のラグビー W 杯として記憶されるだろうと、語り、チケットの完売率、ファンゾーンに集まった、観客数、テレビ中継の視聴率など型大会の記録を超えた、ことについて、素晴らしく、謙虚で、歴史的なホスト国であった日本と日本人に、 心の底から感謝したいとコメントした。ラグビーナンバーを装着したバス車両。ありがとうございます。